ナさん、飲みすぎでは？冒険ってのはね、ライバルがいた方が燃える、わかる？負けんぞーっていうね、そういうのがね、いいわけよ。あなたたちとね、熱い競り合いがしたいの、高め合うのね。エナさん酒癖悪くて、いつも仲間が欲しいって。違う、私は宿命のライバルを探してんだから、仲間じゃなくてライバル、わかった？いよいよ旅立ちだね。私は全力で君のこと支えるよ。冒険は戦うだけが全てじゃない。何ができて何ができないか、己を知り高める意味もある。ここへよく来る冒険者さんがそんなことを言ってたな。でもくれぐれも気をつけてね。しばらく会えないってなるとなんだか寂しいな。とりあえず教会での洗礼の儀式までまだ少し時間があるけど、何する？そうと決まったなら私を宿まで連れて行きなさい。エナさんなら酔いが覚めるまで私が面倒見るから心配しなくていいよ。